タイムレンジャーには実はリーダーっていうものは存在しないんですけれども、ユーリは一応リーダーとされています。スーパー戦隊っていうところの中ではね、別に任命をされてるわけじゃなくて、彼女の経験だったり行動、自分の正義感、そういう能力、彼女をリーダーにさせているっていうところがユーリのかっこいいところなんです。なおかつですね、彼女は決して威張らない。自分がねリーダーであるなんて思ってないから、上から目線で達也たちに接するっていうことが一切ないのよね。一見ね、特に最初の頃っていうのは冷たい感じのキャラクターには感じられるけど、うわ嫌な女だなみたいな印象を受けないのって、仕切るけど威張らないっていうところが大きいんじゃないかなと。日々の仕事をこなして、みんながちゃんとまとまって敵をしっかり倒すっていうことができればそれでいい。そのために自分なりの判断っていうところでみんなにね指示をしたりしているわけであって、自分がどのように見られるかとかそういうことは別に気にしていない。自分の任務をしっかりこなす選手でありたい、そういう思いのもと戦っている。そこが彼女のかっこいい、そして素敵なところなんです。